こんにちは。あっこばあちゃん、昭和の知恵袋です。皆さんは大人買いしたことありますか？年金生活で昭和一桁生まれのあっこばあちゃん。2ヶ月に一度の大人買い。道の駅が大好きなんです。でも最近は道の駅がなかなか動画撮影禁止っていうところが多くって。で、去年11月に大人買いした時のあの様子がとても好評だったんです。それでうちのお客様がぜひもう一度見たいっていうことで、今日はその動画をまたアップさせていただきます。それではどうぞ。観音岩温泉に来てます。今から目の前にある豊作市場でお野菜、果物買います。はい、じゃあ行きましょう。はい、あの岡本堂さんからいただいてます。いただいていいんだ。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。ちょうどあのあれがひじきがあると一緒に油揚げやらと一緒に見たらいい。ひじきとなんか楽器を欲しくあるしたり、オレンジは280円で安いよね。オレンジは680円で安いよ。見せてこのみかん買ってくる。熊本みかん。熱いよ。富士山は全部大きい。全部美味しいから。すぐ食べられますよ。すぐ食べられますよ。うん、でも早く食べるとやぼなるけんね。そうよね。これ。
麺の方が。ね、そんなに便利。いかがでしたか？やっぱり370本ぐらい動画出してるんで埋もれていっちゃうんですね。あっこばあちゃん、でも楽しそうだったでしょ？やっぱり道の駅最高です。また道の駅シリーズお届けしますね。それじゃまた。このチャンネルでは89歳あっこばあちゃんの元気な秘密、おばあちゃんの手料理、家庭菜園、昭和の知恵、旬の食材、九州のパワースポットなど配信しています。チャンネル登録よろしくお願いいたします。